世界で初めて骨をドリルで削らない、痩せた骨でも対応できる大口式インプラント手術法を考案開発された医学博士大口博士先生に、視聴者の方からのご質問に答えていただくコーナーです。大口博士歯科クリニックでは、骨をドリルで削らないインプラント治療のほかに、透明で目立たないマウスピース矯正でも地域の患者さんに支持されています。本日の質問です。上の前歯と下の前歯両方が飛び出ています。これは矯正で治すことが可能でしょうか。深刻な悩みですね。先生お願いします。上下ともに前歯が飛び出ていることもね、これを上下顎前凸というんですね。で、上下顎前凸の場合、骨を切って、そして全体的に奥へ引っ込める、骨切り手術を行うことがあるんですね。骨を切るんですか。はい、そうです。怖いですね。歯医者さんでこれは行うんですか。そうですね、歯科医が行うこともあるんですけども、整形外科医がよくやりますね。これはでも全身麻酔装置などの設備が、必要なんですよ。で、口腔外科が併設された大きな病院とかですね、口腔外科専門病院で行うということになりますね。矯正のためにそこまでしなければならないんですね。患者さんによって、違いがありますけれども、骨の特性、それから歯の特性を利用するとですね、実は骨切りを回避することもできるんですかね。それが大口先生の開発された大口式ホーム矯正法なんですか。そうですね、矯正というと歯にですね、針金を取り付けるイメージがあると思いますけどね、大口式ホーム矯正法というのはですね、家にいる間だけで、その時だけ装着していれば、外出時には自分で外してしまえるような装置なんですね。いろいろな矯正装置の良い点を精査しまして、骨を切らなくても人間の持つ生体反応や治癒能力を引き出すことで歯並びを改善できるという、そうですね、術式の一つですね。家にいる時だけでよければ、学生さんですとか社会人の皆さん、周りの目を気にすることなく矯正できますね。そうですね、矯正装置をつけていることに、気にされている方は非常に多いですよね。で、家にいる時だけ装着できる装置をまた、考えたんです、そこで。ただし、矯正治療はですね、保険適用外ですから、よく歯科医とご相談なさってですね、お決めくださいね。矯正方法にもいろいろあるんです ね。 そうですね。先生ありがとうございました。はい、どうぞ。しまして、あなたの豊かな人生のために、まずはお口の健康からですね。それでは本日の回答の補足です。歯並びも個性という考え方がありますが、医学的に見てはどうなんでしょうか。矯正は見た目の改善以上に機能的な改善を目的として行われる治療です。歯並びが悪いと虫歯になりやすい、歯周病になりやすいと言えるんですね。これは食べ物の磨き残しが原因と思われがちですけれども、歯並びが悪いと奥歯だけ、前歯だけに噛み合わせの力が集中するために歯が割れたり、歯の根にひびが入ることがあるんですね。また歯そのものが丈夫な方は顎の関節に支障をきたし、顎関節症になることもあります。噛み合わせの力は歯全体で分散して支えてあげることがとても大切なんですね。そのような意味で歯並びは重要であると言えますね。